アエロフロート航空6263便墜落事故は1973年1月21日にソビエト連邦で発生した航空事故である。アエロフロート航空6263便はクラスのダール発ペルミ行きの国内定期旅客便で途中ボルゴグラード、サラトフ、火山を経由した後、ペルミに着陸する予定であったが、その少し前に高架旋回に入り、 目的地であるペルミ国際空港から約9 1トル離れたペルミ州ボリシェソスノフスキー地区に墜落した。事故機はアントノフア -24B で、機体記号は CCCP-46276。1967年に初飛行した。6263便はペルミに着陸する約15分前。 高度5400メートルで突然右に傾き、続けて逆方向に傾いた後、時速約1000キロメートル毎時に達する高速で、旋回しながら降下を始めた。高度約2700メートルにおいて、大きな重力加速度により、機体が破断した。機体は、ペルミから約91キロメートルのペルミ州、ボリシェソスノフスキー地区に墜落した。航空機に乗っていた。 乗員、乗客39人のうち、墜落では4人が生き残ったが、救助隊が現場に到着するまでに生存者は全員死亡した。捜査当局は墜落の原因を断定できなかった。しかし、事故機についているはずのない緑色の塗料の点など、ミサイルが爆発した兆候がいくつか見つかった。だが、ソ連国防省は、墜落時にその地域で演習があったことを否定した。 ありがとうございます。